京都へ追い出すどうもミスター京都アッキーです。はい、本日は京都の中央市場やってきた。ほんで以前もご紹介させていただいたんやけど、中央市場のラーメン蓬莱さん、今から向かっていきたいと思います。なんかね、連れのレイアムロ、 Facebook 動画配信者のレイアムロが先日行った時に、なんか僕の T シャツを大将が買ってくれたということで、それも非常に嬉しいんやけど、それ以外にもなんかね、新作メニューがねいくつか出ているということで、ぜひ行ってこいと言われたんで乗り込んできました。それじゃあ早速ね、今から向かっていきたいと思います。それじゃあ行ってくるぜ。ゴーゴーゴートリプルゴーレッツゴー。寒いです、行ってきます。来たぞ、空いてるぞ。実は昨日来てしまってて今日空いてる。お、なんかここもええね、これ昼の定食でも今日は浮気をせずにこっち行くぞ。蓬莱さん行くぞ。これですよ、これ。新作メニュー、売り切れごめんのとろ肉チャーシュー、とろ肉チャーシュー、ほんで台湾混ぜそばのカレー味、これが新作ということです。あとこれ、これチヂミラーメンですけども、今日はねこの売り切れごめんのとろ肉チャーシュー麺、これを注文させていただきます。ここの唐揚げがね、むちゃくちゃうまいですよ、これ。ここの唐揚げ、ほんま天下一品うまいよ、これ。ラーメンを待ってる間に、配っていこう、これ。見てくれた、カリカリやつ、これがほんまね、外から中ジュースよ、うまっ。味付けもね、濃い味付けで、ほんま中央市場で働かれている皆様に愛される味だと思いますよ、これ。そしたらね、売り切れごめんのとろ肉チャーシュー麺特選来ましたよ、これ。とろとろの肉がね大量に乗ってます、これ。これむちゃくちゃうまいです。このスープ、このスープむっちゃうまそうです。よっしゃ、食らっていきます。そしたらね、とろ肉チャーシュー麺特製ですよ、売り切れごめん、いただきます。いや、とろ肉カレーなんか見に行きたいけど、うまいね、これは。体にね、染み渡ります、ほんまに。ほんでこのチャーシューさ、このチャーシューとろ肉チャーシュー、これちょっとね、一味違いますわ、ほんまに。うまい、トロトロ、口の中でとろける、歯がいらない。これこのトロ肉、これ大量に入ってるよ、これ。これほんまうまいな、これ。
ほんで麺いきます。麺、麺は細麺、ストレート細麺。だから麺いくよ。麺ありがとうございます。めっちゃうまいぞ。この麺好きやわ、ほんま。これうまいっす、マジで。唐辛子にんにく。これをね、ここは混ぜます。ここはトロチャーシューと一緒に。唐辛子にんにくめちゃくちゃ合います。これみんな。このチャーシュー、ほんとやばいわ。みんな食べに入れてこれ、ほんまに。こんなにね、とろけるチャーシューをいただいたの初めてです。めちゃくちゃうまかったです。ごちそうさまでした。はい、ということでごちそうさまでした。高麗さん行ってきました、ね。あのね、もういろんなラーメンができてるから、もう何を言っていいか迷いましたけど、この混ぜそばのカレー味も食うてみたいし、このしじみラーメンも気になるし、でさらに高麗麺、この高麗麺、あのね、もやし増しとかできるんですけども、今日はね、この売り切れごめんのとろ肉が食いたくてね、これを注文したけど、もう他にも全部食いたいんで、これまた押してもらわんとダメですね。はい、ということでごちそうさまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴いただいている皆様、愛してます。ありがとうございました。今日すごい混んでました。はい、ありがとうございました。本日も最後までご視聴いただきほんまお気に入りです。京都や大阪に旅行へ来られる時の参考にしていただければ幸いです。これからもミスター京都うまいもん TV を頼もうします。